妖魔をひざまずけ、全てを屈服させてやる。あら、あなたが新しくやってきたヨシね。私がこの授業はよく聞くことね。さ、ヨシとして独り立ちしたいなら、ま、第一ステージをタップしましょう。準備はいいかしら。このストーリーに挑戦してみ、なんじゃ自慢にもなんない。ここをタップして、魚種リストを引く。能力を上げたい魚さ、まずこの魚種、次は強化ボタン、すべて強化のボタンを、より強力なレーグが手に入った。では今回は少し厄介な敵よ。と一丁上がり、さあ帰ってみよう。魚種リストを引く、少し難しい。
なんじゃ自慢にもなんねえ。さあ、噂によるとこの占いルーム、占い師から手に入れた。一度試してみましょう。新しいメンバーの早く戦いを始める前に、ここをタップして新しく野生特製のレは、それぞれ得意な分野が異なる。今回はシャッ、再び妖魔退治の時が訪れたのですね。これも女子の責務だからな。私の修行の相手なのですか？御師に逆らうとはこういうことなのです。え？戦闘後に拾った戦利品は何？あれはランクアップレーグの素材です。妖魔退治の時が訪れたのですね。妖魔退治は参戦としての責務です。もう一度占いルームへ行ってみます。さあ、召喚を。真珠を、
神獣は魚種リストの中。授業サボってこれ。神獣を使えば魚種では神獣同じ神獣を揃え。素晴らしい。これで神獣の力を使えるようになりました。神獣は自動追加をタップする。一丁上がり。さあ、帰ってみよう。